地系端子菌衡は、端子均門金人野門に分類される菌類の一群である。現在では、側系頭群と考えられている。キクラゲなど、ゼリーのような質のキノコを作るものが多い。そのため、抗質菌とも言われる。これに含まれる菌類の個実体は、普通に見られるキノコのような、傘状でなく、洋状、だ状などの形をなし、またその肉質は、 ゼリー内し工場である。乾燥させると硬くなり、シワがよって、また水を得ると元のように柔らかくなる。この類の重要な特徴は、一般の原竹類と端式の構造が異なる点にある。一般の原竹類の端式は、棒状内し根棒状の細胞内で二角の融合、減数分裂が行われ、それによって生じた核を含む胞子は、 棍棒の先端からごく短い柄を作って、その先に形成される。それに対してこの類では、軍によって異なるが、はっきりとした長い柄の先端に胞子を作る。また、短式に隔壁を生じるものも多い。それらの一部は、サビ菌類、クロボ菌類のそれに似た点もある。また、白木クラゲなどでは、この胞子が酵母としての性格を持つ。これらの点から、 この類は、単子菌類では、原子的なもの、あるいは、サビ菌などとの間をつなぐものなど、得意な系統的な位置にあるものと考えられてきた。しかしながら、分子系統からは、意外に腹たけるとは、遠くないとの判断が出ている。いくつかのものは、生で食べられる。また、毒を持ったキクラゲ類は少ない。しかしながら、多くの種では、特別にうまいものではない。 白キクラゲのようにいくつかの種は、スープやサラダなどに使われており、中国では、不老長寿の霊薬としても求められていた。栽培されているものもある。分子系統学による DNA 解析により分類が大幅に見直された結果、異形端子均衡は、原竹アモン、白キクラゲ目は、白キクラゲ綱、キクラゲ目は、原竹綱の下に、赤キクラゲ目は、 赤きクラゲズナに変更されている。ありがとうございます。